前半から相手のペースだったと思うので、まあ、そこは反省しないといけないですし、まあ、決定機もこっちの方が多かったと思うので、そういうところを決めていかないと今日みたいな結果になるということは今日で思い知って、まあ、いい勉強になったと思うんですけど、まあ、負けたってことは非常に悔しいです。まあ、次々試合は来るので、まあ、今日の負けを引きずらずにしっかり切り替えて、まあ、内容結果伴うような試合をして勝ちたいと思います。